先発は藤平でした。今日は同期同じ2年目の石原とのバッテリーコンビということになりましたけれども、いきなり先頭バッター宗に一発を浴びます。これ昨日の最終打席から2打席連続ホームランになりました。先頭打者ホームランで1点を先制で、この後ランナーを1人置いて吉田正尚にも一発を得ます。1回の表バファローズが2本のホームランで3点を先制しました。バファローズ先発は2桁10勝をかけての西です。その西も立ち上がり一発を浴びます。今日2番に入った渡辺直人、久しぶりのスタメンで、そしてホームでホームランを放ちました。これ復帰してから楽天に戻ってきてからホーム第1号ということになりました。渡辺直人のホームランです。さて2回です。この回は西浦そして若月と、三振を取ってちょっと落ち着きを取り戻してきた藤平のピッチング。そしてその裏、西から一発を放ちました内田です。フォークを捉えてのソロホームラン、今シーズンの第12号。これで3対2 1点差と迫ります。しかしオリックス今日はこの人が止まりません。今日先頭打者ホームランを放っている宗、今度は引っ張っての一発。昨日の最終打席から3打席連続ホームランになりました。これで4対2で、この後5回には西浦のプロ初ヒットが出ました。今日初めて1軍に上がってきてプロ2打席目で放ったプロ初めてのヒット、そしてその後プロ初盗塁もマークしました。これでチャンスを作って4打席連続ホームランの期待のかかる宗でしたけれども、ここはショートゴロに倒れました。6回です。藤平はフォアボール2つとそれからボークでノーアウトランナー3塁2塁というピンチ。まず中島をサードゴロにとってワンアウトで、大城三振 で足立も最後はまっすぐで三振を取りました。最後は腕を振って大きなピンチを出しました。結局藤平今日は6回4失点マウンドを降りました。そして8回です。吉田正尚に今日2本目のホームランが出ました。左中間へソロホームラン、これで5対2イーグルスリード3点、追いかける展開で8回、ワンアウト3塁1塁で一発が出れば同点というところでしたけれども、ここはウィーラーそして今江と打ち取られました。2番手の澤田がしのぎました。そして9回、マウンド上には抑えの増井が上がってイーグルス銀次ヒット、ランナー1人出ましたけれども、最後は代打岩見がショートゴロダブルプレー。これでゲームセット5対2バファローズが勝って3連勝。バファローズ先発の西は2年ぶりの2桁10勝目をマークという今日のゲームでした。